皆さんこんにちは。今回は、お待たせいたしました、ミシャのイタルプリズムシリーズの、チークとハイライターで新色が出ましたので、そちらをご紹介していこうと思います。よろしければぜひ最後までご覧ください。今回ハイライターが3色でチークが2色加わりました。これまでね、1回出ていたものになるんですけれども、まずハイライターはこちらが1色以前から出ていたものになります。もう型押しが本当にすごく綺麗で、商品もものすごく優秀です。でこれはイタルプリズムシリーズなので、イタリアで製造された、韓国コスメではあるんですけれども、商品としてはもうデパコスと同じ工場で作られているものになりますので、本当にねすごくいい商品になります。ちなみにチークは、以前、3色出ていました。こんな感じです。ではまず、ハイライターの方ですね。ハイライターが、こんな感じで、3色登場いたしました。見た感じどれもねすごく似たような感じには見えるんですけれども、全くねこれまでとまた違うカラーリングになっています。で今回の、カラーリングなんですけれども、以前1色だけ出ていたのが、こちらがメタリック系の、すごくねキラキラした感じというかギラギラした感じが結構強い感じだったんですが、今回の3色は、ちょっと2種類あるんですが、こんな感じで少しパールと、あとホログラムですね、偏光パールのような感じの輝きになるものになっています。早速ね塗ってみた方が分かりやすいかなと思うので、色味を見ていこうと思います。まずこちらはリトルムーンというカラーです。はい、こんな感じです。本当に付きがよくって、で粒子がねものすごく細かくてすごく綺麗です。こちらは少しベージュがかったような、色合いなんですが、中に入っているこの、パールというかグリッターですかね、がオーロラカラーに光る形になっています。でこちらのカラーがフェアリープラネットというカラーです。で塗ってみると、はい、こんな感じです。この最初のカラーだけパール系のカラーなんですが、こちらの分ともう一色の、ね、次塗る方はホログラムグリッターがより強調されたカラーリングになっています。でこれは結構ねピンクの色味がすごく強いですね。グリッターの、輝きも結構派手な感じになっています。そして3色目がこちらのオッドアイというカラーです。はい、こちらがこんな感じです。これもグリッターがすごくね強調されたカラーリングなんですが、入っているその色合いが、こちらは寒色系のグリーンとかブルー、あとシルバーですかね、青みに光る感じですごく綺麗です。もうアイシャドウでも使えるぐらいものすごく綺麗な輝きですね。ちなみにね、一番最初に出ていたこのタッチオブライトっていうカラーなんですが、こちらのカラーは参考までにこちらに塗ってみるとこんな感じです。パールとメタリック感が結構強い感じのカラーで、こちらはちょっとイエローみのあるベージュカラーになっています。今回最初に塗ったこのカラーと少し似てはいるんですが、こちらの方がよりこうメタリック感が強くなくって、パールがすごく綺麗で肌なじみが一番いい発色と色合いかなと思います。このイタルプリズムのハイライターはすごくやっぱり今回の新色は特にこのホログラムグリッターが加わったことで、またちょっと一味違った発色になっているなと思いました。そしてこちらがチークの新色のまずサマークリスマスというカラーです。すごくね、綺麗な見た目でもあるんですが、まずこちらを塗ってみると、はい、こんな感じです。これはもうラメグリッター、すごくキラキラした感じですね。チークに使ったら結構派手な感じになりそうですが、中にゴールドとかイエローのグリッターが入っていてめちゃくちゃ綺麗です。色合いはオレンジ、ちょっと赤みの強めのオレンジかなっていう感じです。もう一色がね、こちらのハートユニバースというカラーですね。これも見た感じそんなにパールが強い感じには見えないんですが、はい、塗ってみると発色もすごく落ち着いていますね。こんな感じです。さっきの色ほどではないですが、こちらもかなり微粒子のパールが入っています。このカラーは肌なじみが良さそうですし、パール感も
すごく細かいので使いやすそうですね。ちなみに過去に出ていた3色なんですが、こちらがピーチアベニューというカラーですね。参考までにちょっと塗ってみようと思います。はい、こんな感じです。こちらは明るめのコーラルオレンジのカラーに、これもねパールが少し入っています。でこちらはねピンクビレッジというカラーですね。こんな感じです。これはねすごく可愛いピンク系のカラーになっています。パールもねすごく綺麗です。でこちらが、ローズブティックというカラーですね。はい、こちらがこんな感じです。結構はっきりした色合いになっています。過去の3色はどれもパールは入っているんですけれども、そんなにきつい感じのパールではなくてすごく使いやすいですね。で今回のまあ2色目の方はすごく落ち着いたカラーで、パールも控えめかなっていう感じで、この最初の色だけものすごくグリッターがはっきりしたカラーになっています。はい、ということで今回はミシャのイタルプリズムシリーズから、新色のチークカラーとハイライトカラーが出ましたので、そちらをご紹介いたしました。今回の新色はもうハイライターもものすごくキラキラ感綺麗ですし、チークもねすごく面白かったので、ぜひ気になった方はチェックしてみてください。それでは今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。